バージン競争曲それゆけ、純白パンツは、小栗春日監督の日本映画、OP ピクチャーズ新人監督発掘プロジェクト2018、審査員特別賞受賞作であり、小栗にとって初のピンク映画作品となる。ヒロイン役には、映画初出演となる、若手、A、V 女優の神宮寺直が抜擢。男性主演には、ネットフリックス、 テラスハウス東京2019-2022出演の松崎翔平。主要出演者はピンク映画初出演となる。松は自らオーディションを受けており、エロを成立させるために、こんな飛躍的な物語を作れるとピンク映画ファンを辞任している。明るく朗らかに女性にとっての性を描いた作品であり、コンプレックスとは何かを根底テーマとしている。 全体の撮影期間は4日間。ピンク映画では珍しく、事前に出演者の顔合わせなども行い、クランクインしている。劇場初公開時の閉映作は、本作監督の小栗春日がセレクトし、本作に出演もする星日、理科主演の特務家の星、小栗が、日活芸術学院出身であることからたきた、洋二郎監督、やるきムンムンとの三本立てとなっていた。 女性監督による作品としての特徴として、他のピンク映画では衣装を自前で用意することが多いのに対し、今作では主要キャストに合う衣装がそれぞれ用意されていたことなどを挙げている。2020年9月25日から行われるアップリンク渋谷での特集上映 OP ピクチャーズチームジャック a マイナスで初の一般劇場公開。9月9日には 新ビジュアルが発表された。上映後には舞台挨拶も行った。海辺の田舎町、湘南平に東京から愛花が帰ってくる。幼馴染みと久々に会うと全員男性経験がない、バージンであることがわかる。夏が終わるまでに私が一番早く処女を捨てたい。そう思った彼女たち4人のロストバージンレースが始まる。ありがとうございます。